E-Radio 77.0. Come together, all you radio lovers. Beginners are welcome. Charge. Houston Information.この時間は毎日日替わりで音楽情報をお伝えしていく音楽の時間。今日も木曜日ユーストインフォメーションということで、石山にあるライブハウスユーストンの本日も赤瀬さん、板谷さんに来ていただいて、おすすめのライブアーティストを紹介してもらいます。よろしくお願いします。お願いします。今日はまたゲストを連れてきてくれてますね。来ましたね今日は。はい、自己紹介お願いします。はい、カムカムというバンドのボーカルしてます日夏健太です。よろしくお願いします。お願いします。なんか3週間ぶりぐらい、ね、結構頻繁に来てくれて、はい、ね、ま、大好きなんで、ありがとうございます。またイベントもだって終わってまた新しい、あ、また新しいイベントがあるということなんですね。なるほど、毎年利用し始めましたね。俺ちょっとでも髪の色そんな色だったっけ。あの染めました、はい、パーマ当てて染めてしました。だからまた違う日夏健太君として、ね、はい、違う、見た目がね、日夏君ほら、ね、今日誰もテンション上がってないよ。俺はすぐ上がってます。大丈夫ね、すぐ上がってくれてます。そう、じゃあもう一人でやってもらおうかな。ではですね、今日はその新しいイベントはいつでしょうかね。はい、そちらがですね、うん、3月の25日、はい、石山ユーストンで、うん、アコースティックイベントを開催します。お、はい、こちらがですね、オープン5時のスタートが、あ、オープンが5時半のスタートが6時になってまして、うん、チケットが2000円、はい、アコースティックイベント6組出ますね、うん、はい、何年言うねんと。それもでもあれやね、ユーストーンのホームページに上がってへんからやな。そうなんですよ、ね、これね、イタヤンのいじめだと思うんですよ。そうですね、スケジュール全部上がってるのにそこだけ載ってないみたいな、ね、割と早く上げたんですけどね、僕相当ね、詳細はね、はい、早く上がってたけど、ね、ひどい話ですよ。ひなつくんが呼んでる時もちょっと冷ややかな目で見てたもん、イタヤン。あ、マジですか、うん、ちょっとひどいですね、嫌がらせですか。そうなんですよ、ちょっとまだホームページ載ってないんですけれども。誰で出るの。あ、そうですね、うん、出演者、今板谷のせいです、今。どういうあれだ、同い年。あ、同い年、同い年、そうか、そうか、ね、連れみたいな感じ。なるほどね、よろしくないですね。よろしくないよ、ちゃんとラジオします。いや、もうでも10年ぐらい知ってるってこと。そうですね、まあ、もう8年ぐらい、そうか、そういうことやな。そういうこと。やめよう、こういうちょっと尺があるから。あ、そうか、今から仕切り直して、プロとして。そうですね、仕切り直して。出演者がですね、うん、大阪から伊礼めぐみさん、東京から奥津まりりちゃん、うん、姫路から後藤樹奈くん、うん、で地元がですね、佐喜多弘明くんということ、うん、あとはもう滋賀といえばの金木和也くんが出演していただきます、はいはい、あと日向健太がアコースティックで6組でやらせてもらいますので、うん、かなりいいアコースティックイベント組んだと思うので、うん、ぜひとも遊びに来ていただきたいと思います。アコースティックなんかもやってるんや。もともとが弾き語りか。そうですね、ほうほうほう、なので久しぶりのアコースティックイベントになるんですけど、うん、はい、これはなんか自分の知り合いとかをお願いしたりするパターン。そうですね、出てほしいとか、いろいろと全国で知り合った弾き語り仲間を集めまして、うんうん、2人が一向に助け舟を出そうとしてる。今日なんか一人ですか、でもね、今日四面楚歌的な。いやいや、じゃあ俺も知らん感じで。いや、それは怖い。いやいや、これから聴くのかって思ってる曲を、日夏健太の曲なんで、ね。日夏健太君の曲をかけますね。街になってる感じですかね。これは、はい、何、カムカムの時と日夏健太君の時は曲が違うの。そうですね、アコースティックな感じは日夏健太ソロでやってます。あ、ソロの曲はまたソロの曲であるの。はい、そうなんですよ。そうなんですよ。素晴らしい。航空歌。めちゃくちゃ。押しますね、それ。前回から。じゃあその曲を聴いてみますか。そうです、はい、大丈夫ですか。大丈夫です。曲聴きましょう、うん、はい、曲聴きましょう。じゃあ、日夏健太で会いたい愛。街明かりの外れ、街灯の光、思い出すあの日の影、幾度と繰り返した同じ夏、あの日に置き去りの心、壊れることを恐れて手を伸ばせないままの時を動かして、会いたい今、会いたいよ、その力
小さな背丈を探すよ。君を思うほどに溢れ出す胸を包むのは会いたい愛。さんで会いたい愛をお送りしていますが、もう曲の間もですね、この明石さんと板谷さんがね、ここがどうだだと怖いですね、厳しいね、地元のライブハウス。俺は甘い歌い方だなと思ったら、いやこの歌い方がまたとか、ねちっこいで、ね、大丈夫ですよ。いやいや、これまたあのカムカムとは違う感じを出している ね曲ですけども、カタカナで会いたい愛、はい、ね、これなんか今ミュージックビデオとかも、あ、そうですね、今ちょっと MV を制作中撮ってまして、まだ完成してない、撮影中ではあるんですけども、で俺らも出れるの、ね、出ます、出れる、じゃあなんで今日とかカメラ回してるカメラマンと似合わせて今制作中ということですけども、はい、こちらラジズキ日夏さん生出演嬉しいです、ちょくちょくライブ行ってますがめちゃくちゃかっこいいです、大好きです。これ桜、いや違う違う、この子のロック大好きな高校生からもいいラジオヘビーリスナーだ、うん、18歳の東近江市の子でね、前回の日夏県の企画も来てくれてるということですけど、今回はちょっとあのアコースティックでしっとり聞かせる系のイベントが3月25日水曜日行われますね、はい、こちらの方もう一度じゃあ出演者、はい、言っときますか、3月25日石山優斗、はい、出演者が、東京の奥津まりりちゃん、うん、大阪の伊礼めぐみさん、姫路から後藤樹奈くん、地元が金木和也、佐喜田博明、日夏健太で、
お送りしますので、はい、ぜひとも遊びに来てください。よろしくお願いします。これやっぱまだホームページ上がってないからしっかり言っとかないと。本当に。そうだよ。耳で伝えないと。ツイッターやらないやら、ね。あげないと思う。本当上げて。これ結構重要よ。時間と値段は上がってる。いや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 。オープン5時半6時。いや、予約2000円とかいうのは。出演者の方が重要よ。そこは上がってるんで。本当に。はい。なんでイエさんの曲聞きたかったの。それはぜひとも会場で。会場でね。お楽しみに。もしかしたら、来週、再来週あたりで来る。来ないよ、ね、行きましょうか。むしろ。なんていうことで、ぜひぜひ皆さん、3月25日水曜日、はい、と覚えておいてください。はい、では、その他にもですね、ユーストンのインフォメーションなどありましたら。はい、25日のその3日後ですね、はい、土曜日、バンドアパートが、ユーストン来ます。はい。はい、まだチケットがね、間に合う。間に合います。はい。満員になりますので。はい。死が来るのすっごい久々だね。うん。あ、あれがあったね。あれね、ああ聖地巡礼やね、はい、小里小学校でね、ライブハウスでやるのは、そう、久々なんで、久々ですよ、アルバムリリースしてのね、はい、ツアーということになります。そちらが3月28日土曜日です。はい、はいはい、あ、しおりんは19歳の女の子、今日誕生日で日夏さんが出演されててめっちゃ嬉しいです。素敵な歌声聞けてよかったです。なんなん、どうしたの。いや、じゃあなんなん、響いてるんですよ、やっぱりね、心に響いてる曲が。そう、だからちょっと、じゃあちょっとおめでとうコメント、はい、あの日夏くんからね、しおりんちゃんお誕生日おめでとうございます。拍手、おめでとう、おめでとうございます。以上かいな。またライブに。いや、でもちょうどこういう巡り合わせでね、はい、よかった。ぜひぜひあの3月25日なんかもしおりんもね行ってください。はい、ということで当日誕生日プレゼントもね、あ、それ用意して、ね、それいいね、頑張ります、ね、もし来なかったらどうしようみたいな。来なかったら自分のものです。まあぜひね、行けたらね、あの皆さんね、3月25日アコースティックなイベントもお出かけください。はい、ユーストン言いましょう。今週はユーストンの赤瀬さん、板谷さんに加えて、カムカム、今日はまあソロとして来てくれました日夏健太さんでした。ありがとうございました。Okay. E-Radio 77.0. It's time for evening wide show from the lakeside. This is Charge. Charge. We're gonna have a great time together.